報道小国寺は、京都市上京区にある、臨済州小国寺派大本山の寺院。三号は一万年山。足利将軍家や、伏見宮屋及び京急家ゆかりの禅寺であり、京都御山の第二位に列せられている。小国寺は、御山文学の中心地であり、仮想の修文や雪州は、小国寺の出身である。また、京都の観光名所として、著名な録音寺。 自称寺は、小国寺の山外達中である。永徳二年、室町幕府三大将軍、足利義満は、花の御所の隣接地に一大禅州河乱を建立する、ことを発願。春行したのは十年後の明徳三年であった。義満は、禅の死であった、春国明派に解散となることを要請したが、明派はこれを誇じ。明派の死、無双祖籍を解散とするなら、 自分は、喜んで二世住職になると返したため、祖籍が解散となった。もっとも、二世住職、両派も小国寺柄の完成を見ずに、家境二年に没している。三世住職にはもう一人の禅の師である、義道修身の推挙によって、空国名王が任じられた。空国名王は三度十字を務め、 ガラン完成から2年後の王英元年の火災で、ガランの大半が消失した際も吉光に壊れて、住職に復帰して再建に当たっている。火災はその後も多々起こり、王衛32年にも再度全焼している。王人元年には、小国寺が王人の乱の細川方の陣地となった煽りで消失。天文20年にも、細川春元と、 三好長兄の争いに巻き込まれて消失。ここまでで都合を4回消失している。天正12年、昭国寺の中高の祖とされる西原井昭直氏が住職となり復興を進めた。現存する報道はこの時期に混流されたものである。その後も現那6年に火災があり、天明8年の天明の大火で報道以外のほとんどの道具を消失した。 現存のランの大部分は19世紀初めの文化年間の再建である。また、吉光によって、欧永6年に建てられた七江大塔も、欧永10年に落雷で消失したが、七江大塔は、全高109.1メートルを誇り、史上最も高かった日本様式の仏塔である。大正3年の日立鉱山の大煙突竣工までの、およそ515年間、高さ、 歴代日本一の構築物の記録は破られなかった。七重王塔は北山山荘内に塔を移して再建されたが吉光、没後の王永23年に再び落雷で消失。その後、足利義持の遺構で小国寺の元の場所にて再建された三代目の塔も、文明2年にまたもや落雷で消失している。薩摩藩戦手者牧利千明境内は、 京都御所の牧田に位置し、同志社大学に隣接している。最盛期には、東は寺町通り、西は大宮通り、南は一条通り、北は上、五霊神社との境までが小国寺の地域であった。応仁の乱による、消失後、三角と仏殿は再建されることなく、近世以降は、報道が仏殿を兼ねている。かつては、 臨済州の事実上の最高機関として、誤算以下の所持を統括する役所録音員があった。足利義満が録音員の因寿である絶海中津を総録に任命して以来、その因寿が総録を兼務し、録音総録として、県政を振るうことになった。明治時代初期の廃物希釈の嵐に見舞われて廃絶。 無学祖元牧石与長楽寺、一応下五条天閣美術館収蔵品については、同美術館の項を参照。一家には、小国寺伝来品のみを掲げる。ありがとうございます。